曲がり倉庫のとこなんですけど、ここをね、紹介するの初めてだと思うんですよ。超貴重なものでも、大森で誰も住んでないような、一応人は住んでるんですけど曲がりなんで、ね、それでは行きたいです。人ん家なんだけど、荷物、俺の荷物が占領してるっていうね、結構っていう、でもここは紹介されてると思うんですよ。この中って何が入ってるのかっていうことですね。ちょっとね、物取りに来たんで中をね、紹介したいななんて思う次第で来たわけです。すいませんね、なんかいつも入ってきたわけなんですけど、ここにまあ駿河の箱があって、貸してもらってるのはここで、いつもね、メディアとかで紹介されるのはこっちっすね。このね、台所を占領させてもらってるんですね、これね、紹介しようかなと。こんな感じになっております。はい、これこの前もらったやつですね。このね、ネオジオのステッカーと、日本遺産の嘘つき姫と桃小路のやつですね。これサンプル版ですね。明らかネオジオ感謝祭でもらったポロシャツですね、これ。結構普通にも着てるんで、汗の跡がありますね、これね。こことかもわかります？ファミコンのボードゲームがあるんですね、これね。あと、原辰徳のエキサイティング野球版。ここ、これね。これ。真ん中のやつも野球版みたいなやつかな、これね。こっちの方を見てみたいと思います。ここもいろいろあるんですよ。これ98のドラゴンナイト、ユーズゲーム、この本。マストであるこのカルチャーブレン系の新品も一応ここにぎっしり開け込んですか。で、ここ流しなんですけど、去年の全ためのポスターが貼ってあるっていうね、流しの下に貼ってあるみたいなね。でですよ、ドアに、まあちょっと雑なあり方なんですけど、アーケードアーカイブスのポスター貼ってあるっていうね。この上、ゲームミュージックトリビュートライブってやつなんですけど、渋谷公会堂で行われた2013年って書いてあるんですけど、このポスターがいまだに、これはなかなかリッチな家主ですね。キッチンみたいなところを使わせてもらってるということですね。天井まで上がっちゃってますからね。駿河屋があって、この一角をまあ曲がりしてるってことなんですかね。はい、そんなね、曲がり倉庫なわけなんですけど、ごちゃごちゃしとるんですけど、どんなものが入ってるのか、超貴重なもんばかりですよ、はっきり言って。これとか、まあ、ファイナルファンタジーのポストカードは。で、これもうすごいっすよ、はっきり言って。もうまず一番上にあるのがレッカだからね、これね。すごくない？これはね、本物ですよ、はっきり言って。で、マジカキッズトロフィー。これ多分全部で、ここだけ、これ、そんな量多くないじゃないですか。ここだけでね、400、500万分ぐらいあると思います。貴重なものしか出てこないもん、ジェットソン。後期のね、台頭の3個のこの形状のやつですよね、これね。ドラゴンズレア。まだこれはね、ツートンで。近年ね、貴重になったやつですね、これね。ギミックの箱付きが入ってるからね、そもそもね。僕が住んでるとこにはギミックの5カードありましたけど、これは箱付きだからね、ギミックを得てしてここね、黄ばんでいくんですよね、このラベルの周りが。で、来ましたね。グラディウス、アルクメンです。これ予備で持ってるんですね。自宅にも1個あったんですけど、こっちにもあるっていうね。こっちとどっちのが状態いいのかな。まあまあ、こっちもそこそこいいですよ、状態。ちょっとね、薄れてますけど、まあまあ、潰れてはいないんで、まあまあ、いい方じゃないでしょうかね。バトルフォーミュラ。これはね、ちょっと出物だったんで、万だらけで買ってますね。税別1万8000円だから2万ぐらいで買ったと。まあ2万だったらお得。カセット版のバイオミラクル僕っていう版。これも貴重っすよね。カセットのみでも1万以上するみたいなものですからね。貴重なものしか出てこないでしょ。剣の達人ソードマスターの3カードが入ってるね。うん。これは全部駿河屋さんで買ってるのかな。このシールが3個とも貼ってあるんですけど、こんな感じで、ね。貴重ですよ、はっきり言って。もうね、これでもかっていうぐらいギミックが入ってる。これすげえ持ってるんだな、そういうの。で、これ箱付きプラス2個だからね、ここで3個あるじゃないですか。家でも5個あるから8個は持ってるってことですよ。来ましたね。クニョクのストバス2個。これもね、この前ハードフォーで買ったばかりなんですけどね、100の世界の物語と、他人数でできてみたいなボードゲームで。最後くんのが、名人砲。ファミコン最後のやつですね、カセットですね。これすごくない？っていう一箱でしたね。続きまして、そんな大きくないですね。これもね、ある意味すげえコーナーですよ、この箱も。囲碁指南94の5カード出てきましたね、これね。これまあ、カセットのみじゃないです。3個カセットのみで、ファミコン中古ショップの箱付き。だからまあ、こんな感じになっちゃってますね。これは本来の箱ではないですね。この1個はちゃんとした箱付きで、新品並みに綺麗。多分、新品の可能性もあるぐらい綺麗。絶対に、ほら。で、はがきとかも付いてるんで。これ超綺麗ですね。囲碁指南94はね、なかなか見落としがちなものなんでね。ぜひ皆さんも探してみてください。はい、囲碁指南の5カードがまず出てきて、メルカリとかオークションで買ったのかな。こういったなんか
囲碁物がセットに入ってる。これは貴重じゃないんで、これね、貴重なのは囲碁神殿94と囲碁名鑑ですからね。で、また100の世界の物語が出てきて、そしてジェットソンもね、なかなかレアなんですよ、これ。ジェットソンも2個になりましたね、これね。はい。バトルフォーミュラがまた出てきちゃってね。全部破格で買ったわけじゃないですよ。ギミック500円で買った例もありますけどね。はい。モエロツンビのカセット版の3個。次が来ましたね。すごいですね、これね。来ました、ついに。コナミさんの後期のロムバージョン。最もたる貴重なもんですよ。悪魔城ドラキュラカセット版。バイオミラクル僕っていうパードラキュラ、モエロツンビか。人気があるから貴重ですかねっていう箱でした。はい、続きまして、これは重いけど、でも小箱じゃないですか、結構。これももうすごいわ。まずドラゴンズレアの3カードみたいな、6000円って書いてありますけど、これでもお得っすからね。うわ、すげえ、これマジで。これギミックの説明書付きますね。で、ギミックの箱説付きが3個あるからね、すごくない？これマジで説明書付いてる。ギミックが何個出たんだって話ですよ、これって。こんな絵なかなか見れないよ、本当に。でギミックの、まあ、説明書だけついてるやつとはカセットのみでしょ。ギミックの箱付きは4個と、ここでセブンカード見えてるからね、これね。箱付き4個同時にってなかなか見れないでしょ、普通に。すごくないですか、これ。こっちが3万とかでしょ。だってこっちがだってもう場合によって10万とかするからね。あ、なんかこれ1個単体で、ボンバーマン、スーパーボンバーマン5の金、これなんか単体である。で、なぜかね、バーチャルボーイのインベーダーみたいなね。これもう半端ねえよ、これ。はっきり言って、もうこれもはやね、名人カーニバルだね、これね。高橋名人の冒険島本も6カードか。まあ、全部で7個ですわな、これ。ね、7個。国をバスケの4カードが入ってますね、これね。うん。全部で国をくんのバスケは6個ということになりますね、はい。これはこれですごいですよね。それでもこの前買ってるからね、まだ買うんかいって話は出てきてますけど、はい。これはまあ僕もね、ネタで使うし、まあ現場とかに持ち歩ったりするんで、いっぱい持っときたい。暴れん坊天狗2個、ストバスもう1個あったんで、クニョクストバス7個ってことですね、これね。今おもむろにバトルフォーミュラが2個出てくるからね。さっきのやつと合わせるとバトルフォーミュラの効果度ですね、これね。うん、これもなかなかすごい。で、まあ劣化が1個出てきましたね。さっきのやつと合わせて、まあ今のところ劣化は2個と。で、100の世界の物語がまたあったんで、100の世界さっき1個だからまだ2個ってこと。何が何個入ってるかってね、まあ、せっかくだから数えてみますか。まあ、タイトーさんのね、最後の3個の形状ね、そのバブルボブル2。これも昔からずっと安定して貴重でした、これ。あと、キャプテンセーバーは出てきないですね。そして、ヘベレケ。これは千葉鑑定団とか3000ちょっとで買ってますね。これ多分昔っすよ。今はもうこれも高いですもんね。開けてて重大なことに気づいたんですけど、これね、バイオミラクル僕ってウパのね、なんかもうあからさまな偽物を捕まされてるんですよ、これ。本物は、こっちなんで。もうこれなんかビニール越しに見てもなんか全然違うじゃないですか、作りました感。これを売っちゃうってね、どういう神経してんだって話だよな、っていうのが発覚しましたけどね、はい。この前のね、バラ野郎の偽物はもう少し精巧に作られてましたよ、これ。この祭壇もすげえ甘いし、テカテカしてるし、甘いなってるやつが結構多いじゃないですか。こっち本物のウーパーですね。これが偽物。こんな雑なやつをよく売ったなって話。これはね、1万近くで買いましたからね。時間が経っちゃうともう補助も何もないですからね、っていう箱でしたね、はい。これもまた小箱ですね、はい。こういう例外もありましたけど、ファミコンも貴重なものをやっぱまとめてますね。まあ自分でまとめたんですけどね。ここももうなかなかなもんが入ってますよ、はっきり言って。このゲームは貴重じゃねえんじゃねえかって思っちゃうほどギミックが入ってるからね、これね。ギミック何個になったんだ、これ。3、4、5、6、7、8、9個。すごい、これ本当に我ながらすごいと思います。これここだけでの話ですからね。あの自宅と、セカンドハウスと倉庫と、あと曲がり倉庫もう1個の4箇所覗いてますからね。ここだけでこれが出てくるんでね。今珍しいっちゃ珍しい。ジェットソンの3カードが入ってる。ジェットソンが5カードになりましたね。キャプテンセーバー多分こんなにあると思うんだけどな。あ、ついに来ましたね。ドラキュラはドラキュラなんですけど、こっちは箱付きでありますね。ちょっと傷んでますけど、まあまあこっちはこっちで入っております。偽物じゃないね、恐ろしいから。まあ本物でした、これは大丈夫。で、ドラキュラもまあ3個ですね、これね。うん。あ、で、ヘベレケの箱付きが入ってますね、これ。うん。説明書もあるし、説明書もハガキもありますよってことですね、こんな感じでね。あとなんか1個、紙がある。え、3枚っていうかなんかのメモ帳みたいなやつ、パスワード書いてありますよね。はい。そしてもうバトルフォーミュラがもうザクザク出てきます。5カードですね、これね。うん。すごい。また名人出てきました。名人が3、4、5、6、7、名人 8個ありますね、名人が。これすごいっすね、これね。箱付きの名人は出てこないね。モエロツインビーのカセット版が3個出てくるみたいなね。
萌えろツインビーも6個ということになりますね。はい、っていう箱でしたね。はい、基本中の基本というかね、すごい新品並み、これもある意味すごいよ。10個表面だから同じやつが入ってるんですよ。14個、奇跡的な、まあ曲がり走行ですよね。まあ場所が特定されたとしても盗みに来ないでくださいね。